はい、今回は Vegas Pro でこんな感じの CG 素材を合成して華やかな表現を簡単に作る方法をご紹介していきます。現状タイムラインは動画素材の上にテキストが配置された状態となっています。ここにこんな感じの光が流れる素材を合成していきます。まずタイムラインに配置して一番上に移動します。こちらの素材はアルファチャンネルがない状態、いわゆる背景が透明でない状態の黒い背景の素材となります。こういった素材なのですが、Vegas Pro の合成モード、コンポジットモードを使うことで、こういった素材の上に光を合成することができます。この光の素材を配置したトラックのハンバーガーメニューからコンポジットモード。ここを例えばスクリーンに変えます。すると、こんな感じですね。元の動画素材の上に光が乗った状態となります。黒い部分は乗らないといったような表現となります。さらに、コンポジットモードを加算に変えます。するとさらにコントラストが強いくっきりした形で光を乗せることができます。他にもいろいろあるのですが、よく使うのはオーバーレイ。こういった形で、黒ごと焼き込むような形ですね。であったり、ハードライト。こうすると光が当たっているとこだけ見えるといった表現を作ることができます。こういった形でいろいろな合成モードがあるのですが、ここでは加算に変えておきます。そして配置を調整します。イベントパンクロップで、こう光が文字の下に来るように移動します。こんな感じですね。すると今、画像をずらしたことで、この上の部分に少し境界線ができてしまっています。これは元々の素材が背景真っ黒の状態ではなく少し明るくなっているために、この上の境界ができてしまっています。これを調整するために、この光の動画素材、イベント FX から、ベガスレベルを追加。そしてコントラストを上げて黒を深めていきます。すると境界線を見えなくすることができました。合成してみると、こんな形ですね。レベルオフ、オン。といった形で馴染ませることができます。こんな感じで文字の下に光のアニメーションを載せることができました。ちょっとフェードインした後に光が流れていくと。こういった形ですね。少し早いのでコントロールをしながらドラッグしてスローをかけておきます。といった形で CG 素材を合成することができます。こういった CG 素材を作って使うということもいいのですが、フリー素材で購入することですぐに楽に作ることができます。例えば、以前トライラでも紹介したのですが、ビデオブロックス、今ストーリーブロックスというサイトになっているのですが、こちらの場合ですと、例えば月額$19で5個ダウンロードできるといったものや、$39で使い放題、みたいなもので使うこともできます。たくさん合成して使いたい方は、こういった使い放題プランで使ってみるのもいいと思います。例えば実際にダウンロードしてみると、パーティクル。いわゆるキラキラ素材ですね。これをバックグラウンド素材で検索します。すると使い放題で色々とあるのですが、こういったものをダウンロードして使っていきます。そしてダウンロードしたものをタイムラインに配置。テキストレイヤーの下に配置します。するとこんな感じですね。もちろんこのまま背景として使うこともできますし、例えば合成モード、コンポジットモードですね。オーバーレイにすると、こんな感じで焼き込んだような表現であったり、スクリーンですね。で、こう、さらに光を乗せていくような表現ですね。不透明度でこの乗り具合を調整することもできます。加算にして、コントラストを上げて不透明度を落とすといった使い方もできます。こんな感じでフリー素材を購入して使うとすぐに華やかな映像表現を作ることができます。まあ、他にも探せば、例えば、レンズフレア、フリー、ビデオなんかで検索すると、こういった形で、ちょこちょこっとフリーでダウンロードできるようなサイトもあったりします。右クリックで日本語化してみると、17のレンズフレアをダウンロード。個人的または商業的プロジェクトで自由に使用できますといった形でダウンロードできるといったようなものもあります。こちらはすでにダウンロードしてありますので、中身はこういった形ですね。17個の素材があります。では17番目の素材を配置。音声はいらないのでデリートで削除。そしてまた上に移動します。使う部分を調整します。この辺りから使っていきます。こんな感じですね。素材の画角が合っていないのでイベントパンクロップから16対9に変更。こんな感じですね。そしてコンポジットモードをオーバーレイ。こんな感じですね。またちょっと違った雰囲気になります。不透明度で乗せ具合を調整。他にもスクリーンですね、また。爽やかな感じですね。加算。そして不透明度で乗せ具合を調整。こういった形で CG 素材を合成することで簡単に華やかな映像を作ることができます。このコンポジットモードが使えるか使えないかの差が Vegas Pro と Movie Studio の大きな差の一つになると思います。そしてこのコンポジットモードを使う時の一つ注意点なのですが、合成の処理、意外と重たい処理になってきますので、使い方によって Vegas が落ちやすくなったりします。それを回避するために、プレビューしたままパラメータをいじるのではなく、プレビューを止めた状態でパラメータを調整して再生して確認する。これが一つスムーズに使うコツとなります。結構再生したままいろいろ合成モードを変えたりパラメータを調整していくとフリーズして固まりやすくなりますので、まあ、環境によると思うのですが、ここは注意して使うといいと思います。あとはもう実際にいろいろな素材といろいろなコンポジットモードを組み合わせて自分なりのいい感じの表現を作ってみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。